キュー。中崎おじさんの動画。SFC 修行の旅第1弾、広島から札幌日帰り往復、それでは行きたいと思います。これだ。まずは自動チェックイン機へ。プレミアムチェックインあった、それくらいがよかった。保安検査すぎて ANA ラウンジに行きたいと思います。ドリンクサービスが提供されています。もちろんお酒もあります。ビールマシンに憧れていますが、私はお酒が飲めません。青汁がない。青汁ミルクちょっとやってみたかったです。それでは席を探します。ジュースを飲んで雰囲気を味わっています。有名です。それでは搭乗口に向かいます。ついに SFC 修行が本格的に始まります。ボーディングブリッジを歩くとワクワクします。私だけでしょうか。座席はプレミアムクラスの 1A です。出発の時間まで外を眺めたり、足を伸ばしてみたり、プレミアムクラスに少しはしゃいでしまっています。今回の機材はボーイング 737-800 です。プッシュバックスタート、いよいよ出発です。いざ北海道の地へ。あっという間に雲の上です。機内食プレミアムクラスの楽しみですね。
干し長きはこんな感じ。うなぎが出ました。彩りはとても綺麗です。はい、いただきます。美味しいです。食事の後にお水をもらいました。ふと外を見るとすれ違う飛行機が見えました。北の大地が見えてきました。2時間はあっという間です。空港の周りにはゴルフ場が本当に多いですね。着陸。さあ、初めての北海道へ。新千歳到着しました。一レグ完了です。夕方まで時間があるので札幌へ向かいます。快速エアポートで約1時間札幌駅へ着きました。札幌から地下鉄で住川という駅へ。目的の場所は行列です。並ぶこと30分。まだ入り口。超人気味噌ラーメン店札幌純連さんへやってまいりました。さらに20分、ようやく着席。味玉味噌バターコーン、トッピングいっぱいしました。うまそう。味噌ラーメンです。広島ではめったに食べません。どんな感じでしょうか。中太ちぢれ麺、広島ではあまり見かけません。もちもちの弾力、そして麺がちょっと短め、濃厚な味です。レンゲだと思ったら穴開いてました。コーン食べれるやつかな。コーンは甘くて美味しいです、はい、レンゲ登場。スープを堪能したいと思います。うまい。超絶濃厚な味噌スープ、なんだこれはと思いました。もう止まりません。味玉いい感じに半熟です。味玉うまー。チャーシューが柔らかい。味噌ラーメン恐るべし。はい、あっという間に完食です。純連ラーメン濃い。バターなくてもよかったかもしれないな。めっちゃ美味しかったです。平岸高台公園にやってまいりました。
はい、お預かりします。これはあの T シャツですね。どうでしょう。ありがとうございます。じゃあバイバイ。今回はここまで。次回札幌から広島へフライトです。